渋谷クロス FM バイス、 バイス。皆さんこんにちは。6月7日水曜日、時刻は15時午後3時を回りました。この時間からは渋谷ボイス、毎週水曜日のお相手は私、佐藤優美です。本日も渋谷公園通りにありますシラックスカルチャービレッジ1階、渋谷クロス FM サテライトスタジオより15時50分まで生放送でお届けしてまいります。ということで、昨日ですね、九州地方と山口県の梅雨入りが発表されまして、九州南部では平年より6日遅く、九州北部ではいつもより、平年よりですね1日遅い梅雨入りとなりました。そして、その前の日月曜日はですね、渋谷でももう激しく雨と雷が鳴りましたよ。本当に渋谷のあたりでも暴風警報、暴風注意報が発令されたりなどですね、結構大荒れの天気となりました、渋谷でも。はい、ということで、そして本日6月7日水曜日ですね、気象庁より四国、中国、近畿、東海、関東甲信地方で一斉に梅雨入りが発表されました。もうついにやってまいりましたね。もうジメジメの雨がたくさん降る季節、まあ、でも作物、まあ、私たちが食べる食物にとっては本当に大事な時期になるんですけれども、本日梅雨入りが発表されました。昨年よりは2、3日遅い記録となったんですけれども、この先は梅雨前線の影響を受けやすく、雲の広がる日が多くなる見込みということですので、はい、皆さん雨降る際、まあちょっとあれですね、気持ちもちょっと曇りかなっていうところなんですけど、今日も元気に頑張ってまいりましょう。ということで、現在の渋谷のお天気はと言いますと、ちょっと晴れ間も見えた時もあったんですけど、現在は曇りというお天気になっております。街行く人たちの服装は半袖を着ている人もまあいらっしゃるんですけれども、今日は長袖着てらっしゃる方が多いですね。まあ、あとは半袖の上にちょっと上着やカーディガンを着ている方が多いのかなという印象です。この後の渋谷のお天気はと言いますと、まあ、深夜にちょっと雨マークがついているくらいで、まあ、雨の心配はなさそうと言いつつも、この前の月曜日も雨マークないのにあんな豪雨降りましたからね、折りたたみ傘があると安心かもしれません。続いて渋谷区の週間天気予報はこちらです。じゃじゃん。はい、まあ、毎日ちょっと曇りマークがついているのがちょっとあれですね、梅雨の時期の特徴かもしれません。そしてなんと週間天気、東京、渋谷区、土曜日は今年一番の暑さになる予報です。今週の土曜日は最高気温が30度、最低気温が19度というこの差が大きいので、本当に気温とはこの寒暖差は本当に、うまく付き合っていかなきゃいけないところだと思うんですけれども、週末東京渋谷に遊びに来る方はぜひ熱中症対策、紫外線対策なさって、水分補給をしっかりしてお出かけください。こちらが渋谷区の週間天気予報でした。はい、ということで始まりました渋谷ボイス。本日の、ゲスト様はですね、群馬出身、そして群馬の観光特使でもありまして、シンガーソングライターならぬ群馬ソングライターのよしみさんにお越しいただきまして、お話をお伺いしていきたいと思いますので、お楽しみに。この番組では皆さんからのメッセージも募集しております。メールアドレスはこちらです。 info@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp まで、本日のゲスト様よしみさんの応援メッセージなどなどお待ちしておりますので、どしどし応募ください。ということで、この後5時じゃないです、3時50分までのお時間、私佐藤由美にお付き合いください。では本日のオープニングナンバーお聞きください。山本香里さんで両手に仕事と缶コーヒー。
歩く仕事に向かう隣の人の肩借りて見事肘打ち食らう机の上に山積みの仕事やっつけで交わしてどうせ同じような明日なら急げに飛ばそうかふらつく足を引きずって進まない空眺めてさ星の目あたし見えますか隠れてなんかいないで輝かせてよ生きること必死になって生きる意味さえ失ってちっぽけな頭の中どうにかマシティオーバーすがるすべなんかいらない調子よくなんて生きれないせめてこの涙だけはいつの日にか報われますように相変わらずの毎日に負けないように生きてます相変わらずも不器用に我が道を生きてますなんもないとこでつまずくそれでこそあたしなの倒れ立ち上がる姿にマリアが微笑んでたお疲れ様って幕空差し出された反抗期湯気が目に染みて見えないよ胸のナイフカットも誇りさえも両手に仕事と観光機ほっぺをやたら過ぎゆく日々安物の愛なんてさ捨ててきたはずなのに両手に仕事と観光機世の中捨てたもんじゃない期待なんかしてないけどもう一度信じてみようか渋谷クロス FM お聞きいただきました本日のオープニングナンバー山本香里さんで両手に仕事と缶コーヒーでした。さあここからは渋谷イベントインフォメーション、渋谷界隈で起こるさまざまなイベントを紹介していきます。本日はグルメなニュースが多いんですけれども、本日のトップニュースお伝えいたします。表参道にフェンディ期間限定店移動式 VIP ルーム世界初設置というニュースです。表参道に現在イタリアブランドフェンディの期間限定ポップアップストアフェンディ表参道がオープンしています。経営はフェンディジャパンということで、4月に開業した商業施設銀座6に4フロアからなる大規模な旗艦店を出店したばかりのフェンディですが、銀座と表参道は来店客が異なると考え、同時期に店舗を出店することで日本市場がどれだけ重要かを表現する場とも位置づける意味合いがあるそうです。コンテンポラリーに解釈したローマとイタリア文明宮、そしてフェンディをコンセプトにした、フェンディ表参道はガラス張りのファサードからは2000個以上のカラフルなガラスファブリックでイタリア文明宮のアーチをイメージした、壁が覗きます。店内はコンクリートむき出しの天井が特徴的なインダストリアルな雰囲気に仕上げ、階段にはプラントハンター、新畑誠純さんがディレクションしたインスタレーションを展示しています。ウィメンズ、メンズともに扱う地上1階はウィメンズのバッグとアクセサリーエリアは暖色系、そしてメンズエリアは寒色系で統一してあるんだそうです。そして地下1階には昨年デザイナーのクリスティーナ・チェレスティーノさんが手掛けた移動式 VIP ルームと位置づける売り場空間ザ・ハッピールームも設置しています。こちら気になりますね。
そしてこちらのお店ではファーやレディートゥーウェア、そしてレザーグッズ、シューズ、アクセサリーなど全カテゴリーの商品を揃えています。フェンディ好きな方、こちらに行けば何でも揃うということで、ぜひ足を運んでみてください。こちらのフェンディ表参道の営業時間は11時から20時、営業終了日は非公表となっておりますので、ね、こちらポップアップストアということで、もちろん期間限定ですから、でも終わるのがいつかわからないということで、皆さん今すぐに行ってください。はい、そんなニュースでした。では続いてのニュースです。お肉好き必見、必聴の話題となっております。渋谷道玄坂上にカフェニックストック、肉料理中心グルメホットドッグなどというニュースです。渋谷道玄坂上交番前近くに5月29日肉料理を中心としたカフェニックストック渋谷道玄坂店がオープンしました。経営はゴリップということで、サムギョプサル専門店ベジテジア、牛カツ専門店京都カツ牛などを手掛けるゴリップが昨年1月から展開している業態でして、肉がうまいカフェをコンセプトに肉を中心にしたメニューを展開し、モーニング、ランチ、カフェタイム、ディナーと時間帯で異なるメニューを提供しているのが特徴だそうです。ニックストックの関東初出店ということもあり、人が多く集まりエリアとして目立つことを条件に出店地を探す中、流行の発信地であり想定するターゲットである20代から30代のワーカーの利用を見越して渋谷に出店したんだそうです。店内はといいますと、1階がカウンター席で 10席、2階が34席、ファザードはガラス張りで、2階の天井に設置した大きなロゴの N が印象的に覗く店内になっているそうです。ディナー時にはミラーボールも回る2階は重圧感のある落ち着いた空間に仕上げています。 Wi-Fi を完備しているほか、一部の席には電源も備えているそうです。ニックストック道玄坂店で新たに導入したのはグルメホットドッグ、フード付きモーニングセット、そしてステーキランチ、ハンドドリップモヒートの4つ、鹿児島県チャーミートンを使ったソーセージのグルメホットドッグはモーニングやカフェタイム、ディナーで提供し、ランチにはテイクアウトにも対応しています。11時まで提供するフード付きモーニングセットは486円または540円のドリンクにゆで卵とフードが付きます。選べるフードはモーニングキャレードッグのほか、セサミパンにステーキを挟むグランドロインステーキドッグなどを用意しているそうです。税抜き1000円以下の価格帯に注力するステーキランチは、シカゴのグランドビーフ 100% のひき肉ステーキ、ニックグランドロインステーキ、そしてショルダーロースステーキランチなどを新たにラインナップしているそうです。カフェタイムにはパンケーキを中心にホットドッグを提供しています。ディナーには17時からのディナーにはロース肉でポテトサラダを包んだカツレツなどのデリ、そして10種類の肉を1キロ盛るニックビレッジ、フライドチキン、エビのアヒージョなどのアペタイザー、そしてニューヨーク発スイーツスモアなどのデザートも用意しております。ハンドドリップモヒートはレモン、グレープフルーツ、キウイなどを絞って入れるオリジナルのモヒートとなっております。いやー、美味しそうですね。こちらのニックストック道玄坂店、営業時間は8時から23時30分、土曜日は9時からとなっております。日曜祝日の営業時間は9時から22時30分となっておりますので、ご注意ください。いやー、渋谷にも本当に美味しいグルメスポットたくさんあるんですけれども、お肉好きの方、ぜひニックストック道玄坂店足を運んでみてくださいということで、前半2つのニュースをお届けいたしました。それでは本日の2曲目お聴きください。夏海できっと大丈夫。ダメにしていたのは己と気づかなかった頃、人の優しさをこぼしてた。たくさん流れ
なかった甘い乗せて光はすすめや周りの障害を突き抜けて一筋の光になって君と大丈夫大丈夫君なら君空大丈夫大丈夫FM バイスバイス本日の2曲目お聴きいただきました。夏美できっと大丈夫でした。はい、引き続き渋谷イベントインフォメーション、渋谷界隈で起こるさまざまなイベントを紹介していきます。後半2つのニュースはですね、渋谷光への話題です。大人女子たちが次に集う場所はここ、渋谷に新たなチーズ料理専門店がオープンというニュースです。世界の本格的なチーズ料理を気軽に楽しめるダイニング、チーズキッチンラクレが2017年6月7日水曜日、本日ですね、渋谷ヒカリエ7階のカフェ&レストランフロア、テーブル7にオープンします。素材にこだわった世界各地のチーズが使用されていて、ラクレットやチーズフォンデュなどのチーズ料理が楽しめるということで、チーズキッチンラクレは素材にこだわった世界各地のチーズを使用し、ラクレットやチーズフォンデュなどのチーズ料理をメインに展開しています。中でもラクレットはお店の看板メニューということで、店名でもあるラクレはフランス語で削り取るという意味なんだそうです。ランチタイムではこの熱々とろとろチーズのラクレットに加えてですね、ミニサイズのチーズフォンデュサラダと焼きたてパンがオーダービュッフェスタイルのセットで提供されます。店内で焼き上げるパンは大麦、ライ麦などチーズの楽しさを引き出すさまざまな種類があるのが嬉しいですね。そしてティータイムでは自慢の滑らか濃厚なチーズが使用された自家製チーズソフトクリームチーズソフトアイスクリームのほか、季節素材が生かされた見た目にも美味しい約5種類のメニューが展開され、デザートでもチーズを楽しめることができちゃいます。またディナータイムは約40種類のアラカルトメニューをはじめ、渋谷ヒカリエ店ならではのセットメニューやパーティープランもあるそうです。会社帰りの友人との女子会や職場の同僚と気軽に楽しめるように、チーズ尽くしの専門性あふれるチーズ料理で構成されています。またサングリアや世界各地のワインなどチーズ料理との相性抜群なお酒もおすすめということで、いやいいですね。店内は木目調のぬくもりを感じる落ち着いた雰囲気で、誰でも気軽にゆったりと本格的なチーズ料理を味わうことができる広々としたダイニング空間になっています。特にチーズ好きな大人女子たちにおすすめできるような素敵なお店になっているそうです。こちらチーズキッチンラクレは本日より渋谷ヒカリエ7階にオープンいたしました。営業時間は11時から23時30分までとなっております。ぜひこちらチーズ好きな女子たくさんいらっしゃると思いますので、ぜひこちらも足を運んでみてください。続いても渋谷ヒカリエに新しいお店がオープンした話題です。ショコラティエが作るパティスリーで人気の赤坂デリーモの国内3号店パティスリー&カフェデリーモが2017年6月13日火曜日、渋谷ヒカリエシンクス地下2階にオープンします。こちらはですね、メニューをご紹介させていただきますとですね、まるでケーキを食べているかのような新作パフェパフェールというものがありまして、こちらはドーム型が特徴的なスイーツパフェールが渋谷ヒカリエシンクス限定で販売されます。濃厚なソフトクリームと旬なフルーツがふんだんに使用され、さらに
ヨーグルトクリームを入れたことで最後までさっぱりと食べられるパフェスイーツになっております。フルーツスーツやフルーツソースや、パイと一緒に食べるとまるでケーキを食べているかのような味わいが感じられるそうです。続いてガーリーなテイクアウト商品、デリーモミニョン。今までのデリーモにはなかったガーリーなデザインのテイクアウト商品デリーモミニョンも渋谷ヒカリエシンクス限定で発売されます。トレンドの発信地である渋谷にぴったりな可愛らしいパッケージの商品が仲間入りです。お土産や贈り物にもぴったりということで、こちらですね、今話題のインスタグラム映えもしそうなフォトジェニックな商品になっております。ぜひお手に取ってみてください。そして最後、テレビでも取り上げられたデリーも自慢のブランドチョコを使用したスイーツもということで、今洋菓子業界が注目している第4のチョコ、ブロンドチョコレート、皆さんご存知でしたでしょうか。そんなブロンドチョコレートを使用したプティガトーや焼き菓子にも注目です。2017年6月13日火曜日14日水曜日の2日間はオープン記念としてお得な焼き菓子セットも販売されるそうなので、ぜひこの機会に美味しさをチェックしてみてください。こちらのパティスリー&カフェデリーモ渋谷ヒカリエシンクス店は来週6月13日火曜日オープンとなっております。営業時間は10時から21時となっておりまして、イートインのみとなっております。ぜひね、こちらも足を運んでみてください。いや、私も渋谷ヒカリエよくランチなので使うんですけれども、また新しいお店ができちゃったな、もう美味しそうだなって言ったところです。ぜひ皆さんも渋谷ヒカリエ足を運んでみてください。以上、本日4つのニュースをお届けしてまいりました。この後は皆さんお待ちかねのゲストコーナーです。その前に本日3曲目お聴きください。リュウでピラリラル。
渋谷ボイス、このお時間からは群馬ソングライターとして活動中の吉見さんにお話をお伺いしておきます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では吉見さん、はい、群馬ソングライターということですが、自己紹介をまずはお願いいたします。はい、はい、群馬県出身のシンガーソングライター、はい、吉見と言います。はい、はい、吉見さん、よろしくお願いします。群馬県出身の群馬ソングライターですね。はい、いや私も実は茨城県出身なので、同じ北関東の仲間ですね。はい、北関東トークを繰り広げていきましょう。よろしくお願いします。まあ、早速なんですけれども、はい、まあ、渋谷クロス FM 渋谷ボイスは、はい、まあ、渋谷の番組なんですけれども、はい、渋谷にはよく来られますか？はい、買い物とかでよく来たりとか、そうなんですね、あとカフェに打ち合わせに来たりとか、あと昔、はい、毎月ライブさせていただいてた時期があって。そうだったんですね。そうなんです、ね、じゃあもうゆかりもある。そうですね、ちょっとこう頑張ろうみたいになる場所ですね、渋谷は。ありがとうございます。はい、そんな吉見さんなんですけれども、まず、まあ、群馬ソングライターもシンガーソングライターのことですよね。そうですね、はい、多分、はい、群馬ソングライターってなんだと、はい、皆さん思うかと思うんですけど、もともとシンガーソングライターとして活動していたんですが、はい、地元群馬県の良さを PR したいなっていう思いがだんだんと強くなってきまして、はいはいはい、で多分後ほどご紹介するかと思うんですが、はい、群馬が好きっていう曲を中心に、ちょっと私のできる歌やダンスとかを盛り込んで PR していこうということで、はいはい、群馬の観光特使に、はい、はい、任命していただくまで行きまして、はい、素晴らしいですね。です、本当に群馬が好き好き好きって言ってたら、群馬観光特使にオファーをいただいて。素晴らしい。そうなんですよ。それまで本当に勝手に PR してたんですけど、はい、よく知り合いとかに群馬のお菓子とかを配ったりとか、はい、うん、まあ、近所のおばちゃんみたいな感じで、アメちゃんあげるみたいな。そうなんですよ。あと群馬の食材とかが家にこう溜まってきたら、よしみ食堂っていうのをたまに開くんですけど、はい、これは群馬のこれでみたいな、勝手に PR してて。そうだったんですね。もう本当に群馬が好きっていうのが本当に伝わってくるんですけれども、はい、そう、先ほど、まあ、ダンスもできるってお聞きしたんですけれども、はい、なんとアメリカロサンゼルスにダンスの留学をされていた。 そしてなんとアメリカでシンガーをデビューされたってお聞きしたんですけれども。はい、いや素晴らしいですね。なんかありがとうございます。ダンスが大好きで、はい、もうダンスしかやりたいことがなかったんですね。そうなんですね。はい、あとは英語が、はい、なんていうかこう流暢に喋れるようになりたいなっていう希望があって、はい、その2つが同時に叶う場所はアメリカかなっていうところから留学を決めまして、はい、でその途中にもともとはでも歌を歌いたいっていう気持ちが小さい頃からあって、はい、で一度諦めてダンスに行った部分があったので、はい、なんでこうちょっと歌うきっかけをいただいたのがアメリカで、歌おうって決めたのもアメリカでした。はいはい、で帰国なさって、はい、でもすぐに結構群馬。そうですね、です本当に実は高校生までは地元が嫌いで、はいはい、あ、そうだったんですか。そうなんですよ。でも私もそうだったんですけど、茨城、高校まで茨城にいたんですけれども、はい、やっぱり地元にいるとその地元の良さってあんまりわからないですよね。わからないですよ。やっぱ一歩外に出てみると、うん、地元良かったなって思うものですよね。はい、本当にまさにその通りで、こんな田舎と思って出てたんですけど、北関東ですもんね。その田舎が良かったと思ってなるほど、はい、そこにちょっと、まあ、気づいたというか、はい、きっかけになったのもやっぱり留学したり、はい、都内に来たっていうのもあって。あ、そうだったんですね。そうなんです。で今その BGM でもかかっているのが、はい、今年の3月にリリースされたセカンドアルバムということで、はい、こちらは Amazon などでも手に入れることが。そうですね、ただいま Amazon でも販売してますし、はい、ライブなんかに直接来ていただいた場合は、はい、うん、ミニポスターもプレゼントしてます。あ、そうだったんですね。はいはい、やっぱりライブ活動も結構群馬でしたりとか。そうですね、まあ、東京でもされることは、はい、東京と群馬を中心にという感じで、はい、でも今回のセカンドアルバムからの目標が、はいはい、群馬
のみならず、うん、県外いろんなところでも活動したいなという目標があって、はいはい、早速ちょっと6月末に、はい、そのご縁を作るために沖縄に行こうかなと思ってるんですけど、今月ですか、はい、そうなんです、ちょっとこういろいろ飛びますね、はい、飛ぼうかなと思っているんですよ、はい、ちょっとそんな吉見さんのライブ動画を本日はご用意いただいたということで、はい、ぜひそちらもご覧いただきたいと思うんですけれども、はい、はい、それではライブ動画の方をよろしくお願いします。はい、ご覧いただきました。これこちらのライブはどちらでされたライブだったんですか？はい、4月に、はい、レイクタウンの越谷さんのイオンの方で、うん、もうショッピングモードで、はい、インストアライブですか？そうです、はい、させていただいた時の映像なんですけど、はい、そうだったんです、はい、いやなんかもう元気が出るそうな楽曲とそしてステージだったんですけれども、ありがとうございます、はい、基本的にこういう外のイベントだったりとか、うん、お祭りとかに、ね、呼んでいただくことが多くて、はい、結構、はい、楽しいですね。お客さんとこうなんていうんですかね、直にこう、はい、会話ができる感じがして、距離が近いですもんね。そうですね。なるほど、はい、ライブの模様をご覧いただきましたが、はい、さて続いてもう群馬ソングライターという吉見さんですから群馬の話をしていただきたいんですけれども、はい、まるまるが好きプロジェクトというものをされているですよねそうなんです、はい、はい、まるまるが好き、まるまるが好き、はい、その第1弾が群馬が好き、群馬が好き、やっぱりもう地元に愛を届けようということで、はい、地元の愛を発信しようということで群馬が好きプロジェクト、これはどういったきっかけでされたんですか？はい、これはもう本当に群馬県の PR をするのに、はい、私ができることと言ったら、うん、歌を歌うとか、はい、ダンスをするとかっていうとこだったので、はい、群馬県にマスコットキャラクターぐんまちゃんっていう、かわいい、はい、馬のゆるキャラが、そうなんです、いますよね、はい、いるんですけど、はい、まあ、ぐんまちゃんのテーマソングになったらいいなっていうのをきっかけに作って、はい、で公式の曲には選ばれなかったんですけども、はい、それきっかけで、うん、やっぱり YouTube という、はい、無料で配信できる、はい、お得なサイトがありますもんね、はいはい、今の時代、うん、はい、すごくありがたいのでそこで発信をしたんですね、はい、ただそれきっかけに CD 販売しようっていうスポンサーさんついたりとか、イベントを呼んでいただいたりとか、どん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 活動が広がりまして、はい、テレビ出演だったりとか、はい、そうなんです。でなんか本当にきっかけは群馬が好きだけだったんですけど、はい、何かの好きっていうのを広めるって楽しいなって、はい、っていうかもっとその曲以外にも広がりがあるなって気づいて、で本当に群馬が好きの CD を聴いてくださった方からのオファーで、うん、はい、第2弾のテニスが好きっていうのがあるんですけど、それにつながったりとかして、はい、なんか本当に流れのまま乗ったっていう感じなんですけど、はい、そうだったんですね。そんな群馬が好きの、はい、動画も本日は、はい、ぜひちょっと見ていただきたいです、はい、結構、はい、じゃあ動画を流しながらちょっと説明していただいてもよろしいですか？はい、はい、ではこちらご覧ください。はい、こちらが地元私の群馬県の前橋市で撮影しておるんです、はいはい、あ、前橋市なんですね、はい、あ、音声流れますかね、すみません。あ、こちらダンスも、もうお得意のダンスも、ね、あ、キッズと一緒に、あ、群馬の名産品も取り入れつつ、はい、老若男女みんなが、はい、簡単に覚えて踊れるっていうのをテーマに作りまして、うん、美味しそう。あ、そうなんですね。そうなんですパスタ美味しいんですよ。知らなかったです。やっぱり粉文化なので、うどんとかパスタとか、はい、おまんじゅうとか、あ、ぐんまちゃん、これがぐんまちゃん。でもこれ勝手にやってたので、はい、非公認の時だったので、うん、ぬいぐるみでなんとかごまかすっていうそうなんです。このダンスはイベントの時にちょっとレクチャーしてやると、はい、子供たちが本当に楽しそうに踊っていた。でも踊れそう。そうなんですよ。その場で
一気にお客さんと仲良くなれる、はいはい、キーの曲になってます。群馬県には上毛かるたっていうかるたがあるんですけれども、はいはい、そのかるたの歌詞もちょっと入れつつ、はい、この一番最後に出てくるのがそうなんですけど、はい、鶴舞う形はこの後ですね、はい、鶴舞う形は群馬県、そうなんです。これで結構皆さんと群馬ではいや本当に歌っていただけるっていう、群馬が好きなんだな本当に伝わってきます。伝わりますか、はい、そしてもうリズムも歌詞もすごい入ってきやすくて、そうなんです。この群馬、うん、群馬が結構キャッチーなので、はい、一度ですぐ覚えていただけるっていう、うん、曲になってます。いやいいですねえ、ちなみに、はい、そんな吉見さん、はい、群馬のどこが好きなんですか。群馬の、はい、群馬県って山に囲まれていて、はい、海なし県なんですけれども、そうですよね、その山の風景が好きです、はい、山の風景、はい、ほう、なんかこう遠くにどこ見ても結局こう山に囲まれてるので、そうですよね、山が見えるんですよ。お、はい、で、はい、そんなに東京ほど渋谷ほど高いビルがあまりないところの方が多いので、はい、もう空と山の緑と、はい、っていうこう緑と青の、はい、あの風景がすごい好きです。群馬というとやっぱり、はい、宇都宮の、あ、すいません栃木でしたえちょっと、すいません、すいません栃木でした放送事故北関東、そうそう大丈夫ですよ、はい、そうこういう、そう、はい、そうなんですよね、はい、すいません何ですかね、どこだ、高崎、高崎、高崎あたりとか、まあ、はい、そういったその大きい町しか、うん、あんまり本当にパッとしないって言っちゃあれなんですけれども、例えば、まあ、はい、あの草津温泉とかご存知ですか。あ、わかります、はい、そうか、群馬ですよね。そうなんです、はい、でもそんな感じで、はい、草津温泉は知ってても、はい、群馬県とつながらなかったりとか、うん、確かに伊香保温泉とかもご存知ですか。群馬にあるって知らなかったです。そうなんですよ、はい、で軽井沢も半分ぐらいは群馬県なんですけど。そうなんですか。そうなんです、長野ってイメージが強かったりとか、はい、確かに、まあ、両方なんですけど、結構そっか、じゃあなんかもったいないですよね。なんかもっともっと PR、はい、できることってたくさんあるなと思っていて、でこうやって私がこう出演したりとか、はい、ライブをするときにちょこっと喋ることでも、はい、ちょっとの宣伝になるんじゃないかなっていうのが。そうですよね、もうぜひもう渋谷、はい、流行の発信地ですから。そうです、ね、流行の発信地からもあの群馬をどんどんアピールしていただいて、渋谷で群馬群馬言う人は多分いないかと思うんですけど、まあ、いないでしょうねそうですよね、はい、いやそうなんですね。じゃあちなみに群馬は何が美味しいんですか。群馬は、はい、何にしようかな、焼きまんじゅうがおすすめです。好きです。あ、本当ですか。いいですね。結構分かれるんです、はい、好きっていう人と、あ、なんだあれはっていう人がいて。そうなんですか。そうなんですよ。でも私はもうちっちゃい頃から食べて育ってるので、はい、たまに食べたくなるし、いいですね、はい、焼きまんじゅう、ぜひ群馬に行った際はお土産なのにね、ぜひ、はい、焼きたてを食べてほしいです。焼きたて、焼きたて、はい、美味しそうなんか今までこう、はい、揚げまんじゅうとか結構身近かなと思うんですけれども、やっぱり焼きまんじゅうは群馬の。そうですね、あの焼き鳥みたいにこう焼くんですけども、先ほど群馬が好きの動画にも出てましたよね。まさに、はい、串に刺さってる甘じょっぱいあの味噌だれをかけるんですけども、はい、中に何も入ってないので、はい、だいたい皆さんこうお餅かと思って食べられる方がいると、はい、パンっていうかおまんじゅうなので、はい、あれみたいな、へギャップがあるらしいんですが、はいはい、おまんじゅうなんですよ。絶対焼きたて食べた方が美味しい。そうなんです、いいですね。ちょっと焦げた感じとか、もう本当におすすめです。でもやっぱり、はい、まあ、北関東のいいところって言っても、まあ、地方のいいところでもあると思うんですけど、うん、やっぱり人が温かいっていうところは群馬も一緒ですよね。そうですね、やっぱり本当に地元に行くと、はい、あ、地元群馬県でよかったなって思うことが本当に毎回ありますね、何かしら、はい、そんな群馬を好きを発信して、そして群馬の方からも愛されている吉見さん、はい、だと思うんですけれども愛されるように頑張ってますでは続いて、はい、まあ、先ほどもご紹介しましたが、はい、今年の3月にですね、はい、セカンドアルバムをリリースされたということで、はい、そうなんです。どういったアルバムになってるんでしょうか。はい、こちらもともとクラウドファンディングで、はい、制作費を
そうだったんですね、はい、クラウドファンディング募って作ったんですけども、はい、まあ、応援してくださった方には CD もち、はい、まあ、もちろん、はい、群馬の野菜とか地酒とかもリターン商品に入れていて、はい、なんかふるさと納税みたいな、そうなんですよ、勝手にふるさと納税やっていて、いいですね、はい、そうなんです。でそれで本当に、今まで、まあ、Facebook だったりとかいろんな SNS を私は使っているんですけども、はい、そこでつながった方たちが支援していただいて、で目標金額3日で達成して、そうなんですよ、すごいスピード、私も結構びっくりしちゃって、はい、どのぐらいを見込んでいたんですか。もともと目標が60万だったんですね、はい、でそれ、はい、で本当は、まあ、80とか100とかないと足りないんですけど、はい、でもそんなに集められる自信がなくて、はい、すごいもうビビってしまって、はいはい、前日に金額を下げたんですよ、はい、あ、そうだったんですね、80から60に下げて、はい、でスタートして、はい、皆さん応援よろしくお願いしますって言ったら3日後に超えてて、あれと思ってあれっていう感じで、はい、はい、でもやっぱり多くの人に伝えたいっていうことがあって、はい、で、はい、で、まあ、野菜とかも お送りしますし、うん、その人数を増やしたいなと思って、はい、目標100人っていう目標を新たに設定しまして、はいはい、本当ギリギリのところで107名くらいかな、達成しまして、すごい、そうなんです。でやっとこのアルバムになったんですけども、もともと群馬が好きとかいろいろなキャッチーな曲とかも作ってはきたんですが、じゃあなんでよしみが歌ってるかっていうところの原点でもある、はい、オリジナルソングをちょっと出したいなっていう気持ちがあって、はい、で今回はそれを盛り込んだので、群馬に関わる曲は入ってないんですけれども、はい、そうですね、こう自分自身と向き合った曲たちが結構入っていて、はい、その中で一番最後に流させていただく夢とかは、はい、本当に活動のアンサーソングになっていて、なんで歌ってるのかっていう、はい、きっかけが入ってます、はい、そうなんですね、はい、ではそんな、What's Your Dream セカンドアルバムの What's Your Dream にも収録されている夢をお聞きいただきたいと思います、はい、それでは曲振りをお願いします、はいはい、それではセカンドアルバム What's Your Dream から夢どうぞ。言葉を知ると同時に歌いたい、そう思った。でもこの声に自信がなくて、自分に嘘をついて諦めた。ずいぶん大人になって気づいた、心の奥底にしまい込んだもの、後悔しないよ鎖ほどいたら、熱い思いと涙現在お聴きいただいているのが、はい、夢ということで、よしみさんの活動のアンサーソングになっているということですので、はい、ぜひ皆さん、アルバムですね、はい、What's Your Dream
を聞いてください。はい、お手に取っていただきたいと思います。はい、なんとここでメールがありがとうございます来ましたので、ご紹介させていただきたいと思います。はい、ラジオネームゆかゆかゆかぷーさんからいただきました。うん、ありがとうございます。よしみさんの歌う群馬が好きが大好きです。やったー。東京在住なのによしみさんの元気な歌を聴いているうちに群馬県が好きになりました。かっこ笑い。嬉しい。嬉しいですね。嬉しい。これもう本当にやってる甲斐がありますね、うん、そうですよね。いや、やっててよかったって思いますよね。ありがとうございます。ゆかゆかゆかぷーさんからのメッセージご紹介させていただきました。ありがとう。やっぱりよしみさんがされている活動はもう意味があるってことですよね、うんうん、ですよね。もうこうやって言っていただけるとやっぱり本当にモチベーションも上がるし、うんうん、また頑張ろうって思います。確かに、はいはい、ということで応援メッセージありがとうございました。ありがとうございます。では何か告知などありましたらお願いします、はい、ちょっとキンキンであるライブが全部群馬県なので、はい、ちょっとせっかく渋谷なので、はい、いやいやいや、ちょっとあの詳細はよしみん .com というホームページがございますので、はいはい、こちらです。あ、書いてないかな、はい、よしみん .com で、はい、よしみん .com ですね、はい、あの群馬ソングライターで調べると結構出てくるので、うん、はいはい、検索、群馬が好きでも検索お願いします、はいはい、お願いいたします、はい、でまた今ですねちょっと目標としてファンクラブを作りたいなと思っているんですよ、はい、できちゃいますよ。本当ですか。そうで、なんかファンクラブの皆さんと一緒に群馬ツアーやったりとかするのが目標で、はい、私も参加したいです。いいですね。焼きまんじゅう一緒に食べましょう、はい、温泉に浸かって。そうなんです、はい、その人を集めるために、はい、まず LINE アットの登録を今始めまして、ラインアット、ぜひ、はい、うん、ラインアットなんですけど、はい、それもあの情報が入っているので、はい、ぜひあのホームページ、はい、またはシンガーソングライターよしみでこのローマ字ですね、はい、でシンガーソングライターも小文字のローマ字で、はい、シンガーソングライターよしみで検索していただきますと、はい、Facebook ページありますので、うん、はい、そちらから QR コードなり、はいはい、あのURL をゲットしていただいて、はい、うん、登録していただきますと、はい、あの そこでしか流さない限定の動画とか、あのカバー曲してる動画とか、はい、あとライブなどがあれば、はい、なんかお得情報とかもこれから出していこうと思ってますので、はい、なんかさらにはあれですか、群馬のここがおすすめみたいな情報も、あ、出せたらいいなと思います、はい、出してくださいよ、はい、ぜひぜひそうですね、はい、私目線のおすすめものとかも出していけたら、うん、はい、いいですね、はいはい、ということで、そのぜひ LINE アット、はい、よしみさん追加してみてください、はい、ということで、他にも何か SNS されてますか。基本全部やってると思います。本当ですか。 Facebook、はい、Twitter、Instagram、はい、YouTube チャンネルもありますし、あと何ですかね、 LINE アット、 LINE アットフル活用されておりますので、はい、ぜひこちらもぜひよしみさん、はい、検索して追加してみてください。よろしくお願いします。要チェックです。今日増えるといいな。いや、増えますよということで、あれですよね、はい、そのよしみさんのさまざまな情報は、はい、そういった SNS でしたりとか LINE アットでしたりとか、はい、あとはよしみん .com のホームページでぜひチェックしてみてください。お願いします。ということで、いかがでしたか本日は。いや、もうあっという間すぎて、あっという間ですよね、まだ話し足りないんですけど。いや、もっと群馬のこう好きなところを引き出せればよかったんですけれども、はい、はい、いやいやいや、本当におうどん、うん、はい、もうおすすめ。私世界で一番うどんが大好きなんです。あ、本当ですか、はい、群馬のひもかわうどんが私おすすめで、平べったいおうどんなんですけど、はい、食べたい。ぜひ今度お持ちします。え、はい、お願いします。ぜひ、ひもかわうどん、はい、ぜひおすすめです。はい、ということで、もう時間もあっという間になってまいりました。何かこうリスナーの皆様に何かメッセージなどありましたら最後にお願いいたします。はい、はい、東京、群馬のみならず、はい、県、あ、日本とか海外でもですけど、うん、はい、活動していきたいと思ってますので、はい、ライブやお仕事のオファーぜひお願いします。はい、お待ちしてます。ということで、はい、本日のゲストは、はい、群馬ソングライターよしみさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ではさて、3時から始まりました渋谷ボイス、いかがでしたでしょうか。また来週水曜日15時からお会いいたしましょう。本日毎週水曜日のお相手は佐藤優美とよしみでした。ありがとうございました。空高く手を